じゃあ点数ですね、はい、リーディングは前頭共通テストのし、はい、リスニングは第2日程の共通テストの採点をしていきましょう、はい、えこれ第2日程と第1日程だいぶ点数違くないですか。いやそうです、第1に比べたらだいぶ簡単に感じるんですよ、うん。はい、では始まりました、モテチャンネル。さあ、今回はですね、はい、田辺さんにおいでいただきました。何でした？長丁場、お疲れ様です、はい。はい、そうですね、おいでいただきましても何も、もうね、12時間前からいるわっていう。そうですね、はい、ずっとこの絵で生配信をしてました。そうですね、はい、かれこれ本当に12時間が経ちまして、いよいよ今回の模試の結果を知らせていただけるんですね。そして、まあ今ね、共通テストの過去問解きましたんで、その点数をですね公開していこうかなと、というかまあやろうかなと今からですね。じゃあまずはですね、朝の共通テスト模試ですね、河合塾の前頭共通テスト模試問題、まあ、これ生配信見てた方はですね、本当にリスニングの音声たどり着くまでどんだけ大変になったかですね、いろいろ登録してサイトに登録してなかったなんとか受けることができた。目標値まで入れなきゃいけないっていう感じだったんですが、どっちから見ますか、リーディング、リスニング。リーディングから。リーディングから。お願いします。リーディングの方が自信があった。はい。やってみた感じどうでした？いやでも思ったよりできなかったかもしれないですね。あ、まあ、思ったより、どう言うのか。久しぶりに共通テスト解いたんですけど、本番ぶりですね。あ、それ以来解いてなかったってことで、はい、ちょっと形式ちょっと戸惑っちゃいましたね、はい、久しぶりって。なるほど。あ、どんなんだったっけなみたいな感じで思い出しながらやって、はいはいはい、で意外とやっぱ英語やってきたんで、はい、自分のちょっと実力ついてるのかなって思いきや、はいはい、もう終わるのギリギリで。そうですね、結構時間ギリギリでしたね。どうでしょう、あんま本番中に印つけないんですね。ああ、そういうの良くないですかね、そういうのあんまりやってない。ここに回答根拠ってつけた方がいいですね。分かんなくなっちゃうんですよね、何個も読んでて、はいはいはい、なんか無駄に読んじゃう。そうそうそう、だからそうじゃなくて、きちんとここにこれの回答根拠、はい、ここにこれの回答根拠ってやることをお勧めします。教えてください。いや結構だから本文がまっさらなんで、まっさらです。それだとちょっと危険な感じがありますので、そうすると確認しようって言ってもまたゼロから読み直しですからね。それありました、最初から。だからそれは良くないんで、やった方がいいと思います。まあ第1回全国共通テストもし受けた方もいらっしゃると思いますんで、そっか、はい、田橋さんと勝負、勝負お願いします。では果たして田橋さん何点、じゃあ自分で何点ぐらいだと思います、まあ、東大の受験生であるんで、はい、90点。はい、ちなみに大問のどれが一番難しかったですか？4問。第4問、うん、なんかこのファクトとオピニオンとかある。ああ、はいはい、ありますね。意外とこの調理だ。ああ、料理ね、料理だ、はいはい、ありましたね。この辺戸惑ったかもしれないですね。じゃあ点数ですね、はい、リーディングは94点です。おっしゃ、おっしゃんだこれ思ったより高かったっす、はい、間違っているのは第2問のみです。大問にだけです。この料理のですか？そうです、やっぱりね。第2問の6番ですね、これですね。 B が2つ間違ってます。12、13です。12番、13番。やっぱそれだ。さあ、ということでまあまあまあ、まあ、復習をしてもらうという形で、まあやります。はい、意外と後ろは全部正解してますね。ああ、第3問も第4問も第5問も第6問も1個も間違ってません。はい、よかったです。じゃあ、はい、リスニングはどうでした？いやー、リスニングも、あ、でも意外と最初の方の簡単と思われるところ、うん、もう自信ないところも結構。じゃあいきますね。まんべんなく難しかったです、はい、さあ100点中前頭共通テストもし、はい、リスニングは79点です。わー、うーん、まあでもそんな感じでした、うん、やった時の感じ、ね、第1問の A が、はい、まあ3番が間違ってますね。これ配点4点あるんで、でかいんですよね、これね。このもったいないですね。2回読みで 1が正解です。バツつけちゃってますからね。あー、そうですね。僕は第2問の問い10ですね、はい、第2問。10？ え、これ？そうですね。3ですか？3が正解です。最初丸してたのにバツしてますけど、はい、第3問がボロボロですね、かなり。一番難しいかもしれない。第3問が12番、15番、16番。あー、自信なかったです。12、15、16ですね。15、16。第4問は全問正解です。で、第5問が2つ選ぶやつですね。それがどちらも間違ってるので、あの28、29、30、31、今日のやつが、まあ、片っぽしか合ってないという感じでした、はい、はい、これが模試の結果になります。79と94ですか。東大の場合はね、圧縮されてしまいますので、まあだから痛手は少なくなるんですけど、はい、リスニングの方、ただやっぱりリスニングなんだろう、取れなきゃダメですね。第2日程の共通テストの採点をしていきましょう、はい、自分で、はい、では読み上げていきますので、はいはい、英語リーディングですね。
1、4、3、3、3、2、1、4、3。お、第3問まで1問も間違ってません。はい、3、4、はい、おお、全問正解できた。全問正解できた、はい、これ第2にって受けてた方が良かったんじゃないのっていうね、はい、全然変わってくるなと。次が1、はい、1、4、はい、で、3、4、1、2、はい、で、1、はい、4、はい、あれこれ第2ってと第1ってだいぶ点数違くないですか。いや、そうです。第1に比べたらだいぶ簡単に感じるんですよ。2、はい、3、あー、間違った。あ、違いました。あ、ポンポン。よ、次が3、5。はい、超間違い。ということで1枚こんなに変わってきますか。はい、第一日程何点でしたっけ。70でしたっけ。70割りました、ありました。72、3。それが第二日程だと97点という、はい、こんなにブレるかまあでもその間に成長したって成長したんですかね。まあ緊張もあったかもしれないですけどね緊張はありました、正直。はい、ということでした。で、まあリーディングはどちらも良かったということですね。まあそうですね、問題はそうですね、これは相当自信ないです。計算がめんどくさくなりそうですけど、あとあとはい、ではいきます。はい、4、はい、3、はい、4、はい、2、あれまた変えてました。ちょっと2、はい、4、はい、だいぶ間違えましたね。どっちからやってきます。ちょっともう任せます。計算苦手なんで。計算出ました。出ました。何点ですか。63点。はい、いやー本当に出来が良くなかった。差が出ますね。これでまたね、コメント欄がね、せっかくリーディングのところでうわーすげーって、またリスニングでうわー全然、うん、トータルしたら97なんで160、8割っていう感じですね。まあ東大ではまあ、ね、点数変換されますが、リスニングは難しいですね、共通テストは。という感じなんで、はい、本番リーディングが72で、はい、リスニングが66ですから、はい、まあ、リーディングは大幅アップですね。そうですね、簡単でしたね、はい、おそらく。やっぱり第2日程の方が簡単だったって僕が動画出してすごい荒れましたけど、はい、それは感覚としてやはり正しかったと思うんですね。で、リスニングは第2日程の方がむずいんじゃないかなと僕は思ったんで。難かったです、今やってみて、うん、はい、という形で、まあ、リスニングは第2日程の方が3点低い、はい、ただリーディングが明らかにね25点も違いますから。まあ本番の緊張はもちろんあったと思うんですけど、うん、はい、そうですね、分量も少なく感じました。あ、おそらく。なるほど、どうなんだろう、うん、本番解ききれなかった。だいぶ僕解ききれない、だいぶ1問ぐらいも解ききれなかったんですよ、はい、なるほど、なるほど。1問2問ぐらいという感じだったと思います、はい、まあでも危機感がまた生まれてきたので、はい、はい、よかった。じゃあちょっとリスニングですね、頑張ってもらえれば。リスニング頑張りたいと思います。またちょっとサムネ用にやーってやってください、いつものいつもの先生で毎回どこ切り抜いてんだって思いますよね、あれね。なんか記憶ないじゃないですか、あんな顔して。あんなこといつしたんだろう。確かによく見つけるな。そうここだっていつもなんか演習たまにはこうなんかよっしゃーみたいな撮りたいんですけどね、大体。あ、じゃあ2つ出しておきましょう、はい、天国か地獄か分かんないようによっしゃーもやっといてください。よっしゃーも行きましょう。はい、ちょっと OK です。この方がいいか。 OK です。じゃあそれで明日出しますのでお願いします、ね、もうだってサブチャンではトイックの結果今出てますので、はい、トイック受けた方の結果は、はい、そちらを食いながらやってますので見てください。はい、はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。 バイバイ。